はい、今日もブロンをやっていきたいなと思います。ここからちょっと継ぎはぎで必要な部分だけ動画撮っていきたいなと思うんですけど、昇降テーブルのところなんですが、これフレームを組んだ後にここにリニアガイドが2本あって、まあ、このテーブルがつくんですけど、まあ、それぞれバラバラの時は普通に動くんですが、まあ、それを合体させるっていうところがあるんですけど、この合体させるところがですね、まあ、ネジを前面と底面と背面からそれぞれ止めるんですけど、なんか一回これ前面から止めて2本だけで止めた状態で調整したくなるんですけど、まあ、この下を止めたりとか後ろを止めるとまた角度とか動きが変わってくるので、こういうふうにリニアガイドをについてるにもかかわらず全然動かなくなっちゃうんですよ。だからこれの状態にして、まあ、ネジとしては全部締め込んでからリニアガイドを調整した方がいいと思うんですけど、まあ、リニアガイドは両方動かすともうまたバラバラになっちゃうんで、ひとまず片方が垂直出てるって分かってなったらもう片方だけ緩めて調整する感じですね。ここの動きが多分相当造形上肝になってくると思うので、しっかりやっておいた方がいいかなと思います。このページに書いてあることそのズバリなんですけど、この右側のレールはひとまずフリーで動くようにちょっとしてやった後に昇降テーブルを動かすと、まあ何て言うんだろう、ぎこちなさがあれど多少動くようになると思うんですが、これがねスッと動く場所っていうのがねあるんですよ。まあ、それを探すのが難しいんですけどまあこれをちょっとずつ左右に動かすと動くようにはなるんですけど、今多分この感じだとフレーム側がねじれてるんじゃないかな。リニアガイドに対してついているこのパーツがこうなってたりとかこうなってたりとかこうなってたりとかな、その傾きのせいだと思うんですけど、これガイドの幅の問題じゃないな。なんかそういうところをちょっと調整しなきゃいけないので、結構こういうところってハードル高いかなと思います。やっぱりこれが傾けるとスーッとこれが動くぐらいの調整にしたいなっていうところがあるので、今からちょっとこの作業を調整していきたいなと思います。はい、前回の動画からまた作業的には1時間強ぐらいかな、まあ、3時間強ぐらいやってるんですけど、本体のひとまず外観というか形にはなりましたね。アルミパーツもあと2つしか残ってないので、ほぼベースになるところができたかなって感じですね。でこの作業をする中でお伝えしといた方がいいかなっていうところはですね、まあ、このリニアガイドの平行性とか垂直性とかその辺もそうなんですけど、実際にその辺は印刷してみないと何とも言えないところあるんですけど、ネジ類がやっぱり舐めやすいのでその辺気をつけなきゃいけないなっていうところと、私みたいにアルミパーツを使う場合は、まあ、この四隅のコーナーとかが全部アルミになるんですけど、結構寸法精度を問われるのでその辺が難しいかなって感じですね。上なんかはL 字になってるガイドの中にレールを挟んだりするんですけど、最後にここはめようと思うと、まあ、この幅が、まあ、このレールをカットした時の長さの微妙な寸法の差によって入ったり入らなかったりするんで、また周りを一回緩めて入れてから締め直してみたいなことをやろうと思うと、なんかネジを締める順番が成り立たないとか、結構そういう二度手間的なところはいろいろ発生しますけど、その代わり 3D プリント品の部品を使うよりはよっぽど合成的にはあるかなっていう感じですね。なのでまあちょっと作るのはめんどくさいけど、しっかり作りたいって方はこのアルミパーツを使うのは、まあ、ありかなっていう気がします。あと一つめんどくせえなと思ったのはこの X 軸のレールがあるんですけど、レールのところに一回 M3 のナットを何個か入れて組み立てて、最後にその M3 のナットにネジを入れたりするところあるんですけど、そもそもその M3 のナットにアクセスすることができないので位置合わせがすごく難しかったですね。これは傾けてナットを滑らせて穴位置を調整してネジを入れるみたいなことをちょっとやらなきゃいけなかったので、まあこういうミスミ系のフレームとかの組み立てに慣れてる人は全然大丈夫と思うんですけど、なかなかその辺が大変でしたね。後入れナットとかもまあ数は指定されてるんで多分足りると思うんですけど、実際に作ってみてなんかここにもう一個ナット欲しかったなとかってなっちゃうとバラす要素って意外と多いので工夫は必要かと思います。まあ、その代わり私がまあ今まで 3D プリンターとかでもこういうフレーム使って組み立てるタイプのものっていろいろやったことあるんですけど、そういう意味で言うと相当なんか考えられてるし、ネジの締め方も工夫されてるので緩みにくそうな気もするし、合成もちゃんと出そうな作りになってます。まあ、ただ四角に組んでるにしか見えないですけど、結構内側に入ってたり外側に入ったりとかフレームの入れ方とか入り方がしっかり入ってるので、そう簡単にぐにゃぐにゃ歪むような感じではないですね。そういう点でもまあボロンの 2.4 とかは若干合成に欠けるのかなっていう気もするので、今回はあえて 0.1 にしたの正解だったかなっていう気はしています。あとここからベルトを通したりとか配線をしたりとかっていう作業になるんですけど、ここはつまずきそうだなっていうところで動画にしたいなと思います。もうちょっと工作する手順を取っていってもいいかなと思いながら作ってたら、正直ですね全然ハードルに感じるところがなくてですねなんかここは取っといた方がいいなって思うところがあんまりなくて、もう形にちょっとなってきてますね。まだちょっと配線類は終わってないんですけど、形だけとりあえずできています。でやっぱり一番問題になるだろうなと想像してた場所が
当たっていて、ここでしたね、このダイレクトエクストルーダーのところでした。放電方式で後ろからフィラメントを送り込んで出すっていうパターンと、ホットエンドのところで直接エクストルードするっていう2種類が選べるんですけど、私はもう今回ダイレクトエクストルーダーの方を選んでるんですが、やっぱこのエクストルーダー自体を作るのが大変でした。これまだちょっと完成してなくて、何回かちょっとプリントし直してるところであるんですけど、やっぱり ABS でこれだけの、まあ、ギアとかこういう細かい構造部品を作って寸法精度を出していくのってやっぱちょっとハードルが高いなって感じですね。いつもの造形品質でバッと出すと形には合ってるんですけど、やっぱりちょっとずついろんなところで歪んでて、ぴったり部品がはまらなかったりするところもあって、まあこれだけはちょっと一回プリントの設定見直して作り直しましたけど、まだやっぱりでもちょっと表面が荒かったりとかするんで、この辺はまたこのボロン自身で作り直そうかなとちょっと思ってるところであるんですけど、こんな感じで今回ハイフロータイプのホットエンドをちょっと使ってるんですけど、収まりもそこまで良くないし、なんかすごく洗練された構造になってるなっていう感じですね。まあ、あとこの辺のエクストルーダーの要になるあたりの機能がちゃんと私の 3D プリント品で機能するかどうかってところが怪しいところなんですけど、まあ、ちょっとこれを完成させないとこの先の配線がうまくできないので、ちょっとこれ作るの大変だったかなって感じですね。まあ、アルミ部品で買うんだったらもしかしたらここはアルミのやつで買った方が良かったのかもっていうぐらいの難易度ですね。はい。でまあいろいろ細かいところ説明しようかなと思って端折ってしまった今回のこの作成する手順なんですけど、正直あの小型の中華 CNC とかを作ったことがある人だったら、まあ、その延長の感覚で作れないこともないんですけど、やっぱり 3D プリンターの原理みたいなところがある程度分かってないと、なんでここはこうなってんだろうみたいなところは分かりにくいと思うので、その辺は確認するべきかなと思います。ただこのボロンのマニュアルがあるんですけど、私が今回見たマニュアルを見ながらその通りにやってって、まあ、できないなって思ったところはなかったので、大きくつまずくところはないかなって気がしますけども、逆にあのマニュアルを見て作り方が分からなくて動画を探してみようなんて思ってる人は、逆にこれにはちょっと手出さない方がいいかなっていう感じですね。正直作るハードルはそこまで高くない感じです。こういうのをちょっと作ってみたいなと思われる方は、今回のこのボロンの場合はこれミニアフターバーナーとかって言うんですけど、このアフターバーナーの部品がちゃんと出せるかどうかを確認して、それが出せれば、まあ、他の 3D 部品も作るのは難しいかなって気がするんですけど、やっぱりこれが一番難易度高いので、これを剃ることなくちゃんと印刷できる環境がある方は、まあ、挑戦してみてもいいかなっていう感じになります。でここからこのエクストルーダーを作ったら本体の方の配線をしてみたいなことをやっていくんですが、またここから先この配線とかに関してはマニュアル通りにやってみて、ダメだったらつまずいたところを説明しようかなと思うんですけど、今回私が買ったフォームボットのキットはラズベリーパイ3とかの可能性もありそうだなと思ったんですけど、パイ4がちゃんとついてきましたね。今もう中身開けて後ろに貼ってあるんですけど、パイ4がついてきたので、この辺気になっている方がいたらご参考までということ で、あとこの制御ボードですね、ミニ3ってやつなんですけど、まあ、これとラズベリーパイを組み合わせて制御ボードにするっていう感じなので、まあ、こういう 3D プリンター系の難しいところって、やっぱこういうマイコンとか制御ボードとかのファームウェアとか、日々バージョンが変わっていくオープンソースのソフトウェア系のインストールの仕方だったりとか、まあ、あとキャリブレーション系ですね、まあ、初めの一発目にちゃんと出るようにするっていうその設定のところが難しかったりすると思うので、まあ、その辺はできる限り努力をして動画にしていこうかなと思ってますけど、とりあえず今これを作ってる段階ではそこまでハードルに感じることはなかったっていうこともあるので、マニュアルを見て、まあ、自分でもできそうだなと思われる方はちょっと挑戦してみるといいかなと思いました。はい、ということなので、まあ、ちょっと引き続きこのアフターバーナーをちゃんと動くようにして取り付けた配線をするっていうところをやっていきたいなと思います。